若林は高校時代合法的に人とぶち当たれるからという理由でアメリカンフットボール部に所属していた。ストレスが溜まった時ジェンガをやり始めていきなり蹴っ飛ばしたり、家に着くなり靴下を脱いで壁に投げつけたりしてストレス解消していた。若林は体力作りの一環で行っていた自転車を生かしてUber Eatsの配達をしている。